はい、おはようございます。今日は石秀こと池端秀樹です。今日も元気にライブ配信をしてまいります。今日は第94回目のライブ配信となります。今あなたがしている仕事に応じたメイクって何かと、そういうところをですね、今日はお話をしたいなと思います。はい、これあなたのお仕事のイメージはというところも早速ね、テーマに入ってまいります。この仕事のイメージ、ちょっと一度ね、あなたがその取り組んでいる今仕事、そのイメージっていうのは一般的な人から見たらどういうふうなイメージを持たれているかというのをこう客観視するっていうのをちょっと一度時間を取ってみてください。今自分の仕事はどこら辺になっているのかっていうのをちょっと見ていただいたらなと思います。まずですね、僕らはこの美容業界、美容サービスというところに入ってますから、見ていただいたら分かるようにやはり少し個性的であったりとか、個性をこう表現するとか一つのね、美容のサービスでもあったりするし、アパレルですね、こういうアパレル業界、服とかファッションとかね、それからマスコミとかね、結構きらびやかなその世界ってありますよね。アナウンサーにしたってそうですけれども、結構こう華やかなイメージがありますよね。そういうところがこの右側になります。はい、で、標準というところから少し左側に行くと、講師業とか IT、はい、IT というのはプログラマーもそうですけども、いろんな IT を駆使しながら、コンサルタントやってる人もそうですしね、こういうちょっとこうお堅い感じのイメージ、それからホテルマン、これも信頼を得る、ちょっと上品な、ね、イメージがありますから、こういう職業はやっぱりどちらかというと固めで落ち着きがあって、堅実性がある、こういう堅実なイメージですね。それからやっぱりその銀行関係とか金融関係、公務員、それから製薬とか、建築っていうのはちょっとこうなんかスポーティーというんでしょうか、なんかこう男っぽいというんでしょうかね、そんなイメージがあると思うんですけど、とにかくこの自分の今、働いている仕事っていうのは一般の方々からどういうイメージを持たれているかというところを、まずね、知っていただくこともすごく大事じゃないかというのがありますね。これ左側ですね。で、標準というのを中心に置いて、この右側もう一度下行きますけど、これ一般的というのと個性的というのをちょっと分けてみたらいいと思いますね。で、この一般的だっていうのは、飲食業界とか医療業界、看護師さん、商社、流通、こういったところが一般的じゃないかなと。あまりこの個性的になりすぎると大丈夫かな、あの人に任せて大丈夫かなというね、ちょっとこう、不安感を持たれる場合がありますので、そのメイクにの仕方、表現の仕方でスタンダード派とか個性派とか、女性的か中性的か男性的かと、こういったところをこう加味しながらバランスよく自分の顔を作るというのが非常に大事になるかなというふうにいつも思ってます。で、素顔の状態で、2通り、今回はちょっと大きく分けて2通りのイメージがあるということをお話します。大きく分けて人の顔っていうのはちょっとこう柔和なイメージ、これを僕は子供顔というふうに言います。柔和なイメージね、柔軟なとか柔らかいとか、そういうイメージをこの右側の柔軟っていうね、こういう柔らかいイメージが子供顔っていうふうに言ってます。それからちょっとこう堅実的とか、少し固めとか落ち着きとか上品、こういう大人っぽい顔、これを大人顔と言います。これを、ちょっとまず知っていただいて、あなたが素顔の状態でいわゆる丸顔っぽいか、これが子供顔ね、それとも面長っぽいか、これが大人顔、この2通りに大きく分けられます。で、その間がちょうど中間として標準と考えてくださいね。で、この標準の方は、どちらにもこう振りやすいんですが、もともと素顔の状態で子供っぽく見られる方、それからもともと素顔の状態で大人っぽく見られる方、この個性をどう生かすか、これをビジネスの職業別のイメージにどう生かすかって言った時に考えなければいけないことが大きく2つあるんですね。まず1つはこの子供顔の柔和なイメージを思い切って強調して出せばいいという職業であればそれは OK なんです。例えば、このカウンセラーとか人のお話を聞いたりとか、なんかどんどんこう相談を受けるような仕事ですね。そういう仕事で人にこう親しみを感じてもらう仕事、こういう仕事の場合、これはですね、実は柔和なイメージでいいので、
子供顔の方は自分はもっともっと子供っぽいイメージで十分なんです。子供っぽいイメージっていうのはまあ、大人ですからね。大人になって子供っぽいって言ってもなんて言うでしょう、ある程度の大人の顔してるんで、要は柔らかい顔してるってことなんですね。親しみのある顔、これが子供顔なんです。そうすると親しみのある顔をメイクで作っていく、これ後ほど具体的にちょっとレシピ出しますけど、子供顔を強調して作る、わかりますよね。で逆にですね、子供っぽい顔を素顔でしてるけど落ち着いたイメージとか固めのイメージを作るときは、この子供顔をちょっとこう調整をするメイクのテクニックが必要になります。子供顔を大人顔に移行するようなメイク、こういうのを、知っておくだけですね、実はこの仕事の自分の置かれている立場、それから役職によってもそうですよね。あまりにもこの管理職とかしている人なんかは、まあ、職業別にも応じてですけども、管理者になればちょっとこう、権威性を保つ、これは美容業界でもそうですね。美容の業界でも常にこう華やかにしておけばいいっていう人ではなくって、管理職になるとちょっとこう部下の育成になってくると、あんまり自分が華やかにするだけではいかないんで、ちょっとこう締めるというかな、権威性を保つためにはちょっと固めとか落ち着いたイメージのメイクをしていく、こういうのも戦略的に自分の顔を作ることによって人に物を聞かすっていうね、こういう効果が現れるんですね。これはですね、ビジネスメイクで一番大事なところは、相手がいて、お客様がいて、もしくは部下がいて、まあ、いろいろとその人間関係のコミュニケーションを取るときに、相手に自分の意図をいかに素直に受け入れてもらえるかとか、相手に自分の考えていることを聞かし、理解をさせてあげる、これをですね、顔のイメージで作る、これがすごく大事なんです、はい。それをですね、ちょっと今回子供顔の場合っていうのでちょっと作ってみましょうかね。子供顔ね、はい。眉印象の基礎知識を理解するっていうね、まず柔和な印象と凛とした印象の眉山の位置ね、これもしっかりと覚えておいてくださいね。 A ですね、眉山を眉尻上に持っていく、ちょっとこう離れて外に持っていく、これは顔がふっくらして柔和になりますよという印象。それから眉の角度ですね、この角度、この角度は水平でさらに柔和になりますよ。これ立ち上げるとちょっとこう面長のイメージになりますね。で B に書いてますように、眉山を黒目端上、ここに持ってくる、そうすると顔が立体的に見えていきますから、凛とした印象になります。これちょっとしたことなんですけど、日常の自分のメイクに取り入れてください。この眉の印象というのは1ミリで本当に大きく変わります。片一方1ミリって言いますけど、左右で言うともう2ミリ違いますし、上下で言うと4ミリ違うっていうね、この本当にこの1ミリ、たった1ミリが積み重なっていくと1センチぐらいに違ってくる印象になるわけですね。まず凛とした印象するときは、眉山を黒目端上ぐらいに持ってきて、眉の角度をちょっと立ち上げるっていうね、こういうのがシャープになります。こういう印象がまず基礎知識として持っておいてください。でじゃあ柔和な印象にする眉のデザインはどうかっていうの、今のを進めるとこういうことですね。眉山を眉尻上に持っていって、顔をふっくらして柔和に見せる。それから眉の水平角度を水平で柔和に見せる。で眉頭の位置、ここですね、眉頭の位置は小鼻の延長上ぐらいに持ってくる。で眉尻の長さは少し短めで、口角と目尻、これを結ぶ延長で止める。これはもう本当に基本中の基本なんですが、意外と自己流でやってるとこういうところがね、ちょっと気合を入れて眉は引っ張りすぎたり眉は上げすぎたりとかあるわけですけども、今回は自分の顔を職業別的に親しみのある顔を作る場合のお話になってますんでね、それちょっと理解しておいてくださいね。だから子供顔の方は子供顔のこの印象の眉を作れば、非常に子供顔が強調されるということになります。それから今度は凛とした印象にする眉ですね、これは今のとはまた逆ですね。眉山の位置、これをですね、外ではなく内側ですね、ちょうど黒目の端上ぐらいに持ってきて立体的に見せる、シャープに見せるっていうのがまず一つ。それから眉の角度ですね、この眉頭から眉山に向かう角度を少し立ち上げてシャープに見せる。これを立ち上げることによってお顔が縦に広が、縦に面長になるという効果があります。これで凛とする印象、
より大人っぽい顔になります。子供顔の人はこの眉を立ち上げるだけで大人顔になっていきます。で、より求心ですね、集中した顔にするためには眉頭の位置はこの鼻腔の上、鼻の穴の上ぐらいに持ってきます。そして眉尻の長さはやや長めに、口角と目尻で、先ほど言いました口角と目尻って言いましたけども、ここでは小鼻と目尻、このぐらいまでの延長をしてもらってもいいですよっていうのが一つの目安になります。これがまず入腕にする時の眉のデザインと凛とする印象の眉のデザインの大きな二通りの違いを今説明しました、ね、同じお顔でもこの眉の作り方一つで顔の印象が随分と変わっていただいたのが分かると思います。これ意外と分かってそうでみんななかなかできない。なぜできないかというと、自分の生えてる毛をそのままなぞってしまう人が多いからなんですね。これ一旦自分の生えてる毛がないとして考えてください。ここ最近ではね、眉のねコンシーラー、眉専用のコンシーラーも出てきましたんで、まず自分の眉、生えてる眉をいらないところは一旦コンシーラーで消すとかね、もう剃ってしまうのはちょっともったいないので、剃らずに今回はこういう眉を作るっていう風にして、自分の毛の生えていないところにこう眉のラインを描くときは、ちょっとコンシーラーとかでまず一旦消してからスタートしたらいいと思いますね。まあ、こんな風にして A と B の違いが分かると思います。これを自由自在に描けるようになってほしい。そうするとこの何もない素顔の状態から A と B、 柔和なイメージと凛としたイメージができます、はい、それで今日はこの小顔の丸顔の人に向けたちょっと、戦略的な方法を描きましょう。まず小顔ですから丸、小顔というか子供顔ね、丸顔というイメージですね。この眉顔の、こういうちょっと私は、幼っぽく見られるとか、ちょっと頼りなく見られるという方は、これを今あえてですね、頼られる眉を作ってるわけです。ちょっとこう印象的にすごくキリッとした感じになってると思いますね。柔和なイメージをちょっと払拭するような形で描いてます。これ立ち上げ、先ほどが 何度も言いますけど、ここの角度ですね、これを立ち上げることによって丸顔が縦に持ち上がるような形になります。だから面長にすっきりした効果が得られます。これがまず一つ。それから眉山を黒目端上ぐらいで、ここ黒目端ですね、あんまり外に持ってくると顔が丸顔へより強調されるので、眉山を内に入れて、それから立ち上げてスッと縦に抜き感を入れるみたいな感じですね。そうするとですね、眉頭、ここですね、今度眉頭も鼻腔の上ぐらいまで持ってきて、要は求心、集中した顔にするということで、こういう風な眉を作っていくと、子供顔が頼られる眉になっていくということになります。先ほど職業別で言うと、権威性を持たしたり、頼られたり、この人に任せたら大丈夫とか、そういうちょっと凛とした印象ができるのが、この眉の作り方になります。これ同じ丸顔の眉一つこうしてちょっと水平、これをものすごく極端に描きましたけど、少しこう下がり眉にしたりする、水平から少しまた下がり眉にするとですね、非常にこういうふうにして柔和な強調がされて、もうこんな人に怒られるイメージないですよね。この方にやったらなんかこう話してしまいたいと、なんかこう井戸端会議でも何でもいいんやけど、なんか話聞いてもらいたいって、そんな印象になりませんかね。これが親しみのある同じ顔、素顔の状態で子供顔の人でもこんな、子供顔を強調すれば、丸顔を強調すればこういう顔になります。それを逆にですね、先ほど言ったように緩和、丸顔の印象を緩和させるというか、ちょっとこうキリッとするようなイメージするときに眉を立ち上げる、これも極端に書いてますんで、こんなにここまで立ち上げるとちょっとねきつい顔になりますんで、ここら辺のバランスを取りながら自分にいいところをこう作り出していくっていうのが、この子供顔の方のね、印象になります、はい、この逆に大人っぽい顔の方ですね、大人っぽい人の、特徴はあんまりやりすぎるとちょっと怖くなるということです。これは大人顔の人はもともと大人の落ち着いた顔をしているので、あんまり眉を立ち上げてしまうと、ギュッと上げてしまうと、ちょっと近寄りにくいとか、なんかこう見下されるとか、そんなイメージになるので、ここはですね、大人顔の面長の方はちょっと短めで、さっきやった子供顔を作るような柔和な印象の眉を作ります。
水平眉にして、それから短めで太めにします。小鼻の延長所ぐらいで眉頭を留めておきます。で、山はですね、黒目の端上ぐらいで、あまり長く引っ張らない、ここも口角目尻のラインで留める、まあ、こういったことを作っていただくと、大人顔の人でもちょっと柔和な印象を組み合わせながらですね、しかも信頼を勝ち取ることができます。これが、丸顔で、大人顔がこちら、ね、これ随分と違いますね。大人顔の方をより大人顔を強調する眉を描くと綺麗とするんですけど、これは本当にですね、自分をこう奮い立たせて、よし頑張るぞみたいなイメージの時はいいんですけど、あまりやりすぎるとですね、近寄りにくいという、そういうのもありますので、ここら辺もバランスを取りながら、ね、わかります。両極端を作れるようになると、このイメージとこのイメージの間を取るとかね、いうことが自分でできるようになりますので、まずはこの大きな極端を練習する。これが非常に大事になります。まあ、今日はね、この子供顔と大人顔、そういう部分の、まあ、眉の、大事なポイントを2通りのポイントを、ね、お話しました。もともとはその職業別に合わせたイメージをまず考えていただく方がいいので、まあ、極端な話、大きく分けてあなたはこの落ち着いた固めのイメージ、固めっていうかな、堅実的なイメージか、柔らかく華やか柔軟なイメージか、このまずは大きく2通りのイメージをどっちかなっていうのを決めてですね、そして、まあ、例えば看護師さんであれば右側のこの柔和なイメージでしばらく、メイクをしながら、対応してみると。そして、今度はですね、その同じ職業の中でも自分がちょっと役職が上がったり管理職になって、こう育成をする立場、新人さんをこう教育するような立場になってきたときに、少し左側の眉をたまに入れてあげるとかっていうふうにするとですね、一般の方からするとその方のこの魅力の幅がすごく理解できるんですよね。いつもこんな感じではなくて、やっぱりこの方はいつも親しみのある方なんやけど、やるときはやるなっていう、すごく頼りがいがあるなっていうところも眉でうまく影響を及ぼすことができるわけですね。まあ、これ戦略的に自分の顔を作るっていうのをいつも言うんですけど、まあ、こういうのをやっていけば、自由自在に自分の顔を印象操作ができるというのを今やってるわけですね。まずは今回一般的なメイクの理論についてお話をしました。これは一般的な、ね、あの雑誌見ればある程度書いてることかわかりませんけど、目的が違うんですね。目的は僕はビジネスメイクとして相手にどう何を思われるかっていうのをメインにして考えてますんで、そこら辺はですね、今回ちょっとこう客観的にね、自分を見てやってみていただけたらなと思います。あ、それからね、もう一個だけ おまけでお話しておきましょう。ビジネスメイクで大事なポイント、色は大事ですね。色、眉の色が非常に大事になります。これは自分のプライベートで自分が、ね、好きなようなメイクをするときは別にいいですよ。いいんですけども、これ仕事をメインに考えたときはやっぱり、このチャラチャラ感のある色、これ結構薄いっていう色ね、茶色の薄い色とか金髪の色とかね、そういう色ってどっちかっていうと遊び人っぽく見えたりしますから、まあ、この色はどちらかって紺色のビジネススーツに合うような色、これね、落ち着いた色になって見えますよね。だから少し落ち着き感、安定感という風な色を選ぶという意味では、瞳の色と髪の毛の色の中間色、通常はこれでいいんですけども、これをややですね、さらに濃いめにして眉毛と同色ぐらいの色になじましていくというのも一つのポイントになります。そうすることによって眉が結構引き立ってきますから、眉が引き立つということはある程度主張をしているということなんですね。自分の意思をはっきりしているということになりますから、まあ、ある部分形をきちっとかけてて、しかも眉毛を少しちょっと濃いめにするということは自分に自信を持っているという一つの、まあ、主張にもなりますから、こういう部分はビジネスメイクで大事なポイントになります。ただしっかりとグラデーションはしておいてください。張り付いた眉を作ってくださいっていうんじゃないんでね、眉頭も同じ色になったりとか、そうならないように眉頭はグラデーションで緩め、眉のね、形のね、底辺とか、それから眉山あたりをちょっと濃いめにするとかっていう、やっぱりこの色のグラデーションっていうのも非常に大事になりますんで、そこら辺もね、気をつけてみてくださいと。ビジネスメイクの、
柔和なイメージとちょっと凛としたイメージの2通りの作り方ということでお話をしました。この続きは今度はこれは今のは基礎的なイメージ、一般的な基礎的な知識ですけど、今度はですね、こういうノータイプ別に好む眉っていうのがあるということね。ノータイプ別の眉のデザインっていうのはこの印象の差がありま、そんだけありますけど、これはですね、一般の方があまり知らないノータイプ別に、傾向値がある、好かれる顔があるということを、実は今度、そういう、僕は本講座でお話をしてるんですけど、その本講座の内容をですね、リアルの久しぶりにリアルのセミナーをします。はい、この3人でね、今度この3人でリアルの講座をしますけど、その3人の講師の方々と一緒に、ライブ配信90分やりまして、この90分のライブ配信の内容をギュッとね YouTube にアップしましたんで、こちらの方もまた紹介しておきますんで見ておいてください。そうそう、なんか新しいことするときに、過去から過去、現在、未来っていうそういう頭の思考ではなく、未来を先に見て、未来から逆に未来、現在、過去というふうに、こういうふうに時間軸をね、自分の中でね、過去の延長上でものを考えない方がいいんですね。今まで私は看護師さんをしてたから、今こういう現状だから、この未来はこんな延長上になるんじゃないかなっていう、そのイメージでは新しいことができないんです。新しく自分がまずイメージしたことをまず未来に向けて、そこの未来の中で頭を動かします。そのイメージができたものに今度現在に引っ張ってくる。今現在と言っても結局1時間例えば過去になってしまいますね。わかりますかね。その未来が例えば1ヶ月後の未来っていうのは、1ヶ月経つと現在になるわけですよね。でその現在がこう今度過去になるわけです。ということは常に未来をどんどんこう更新していくっていう、未来に向けて自分の時間軸を持っていかないと、ああもう看護師さん何十年やったからメイクのあれはちょっと無理かなとかねっていうふうな過去のイメージになってしまいますね。まあ僕もこのメイクのイメージを最初は飲食店で20年近くやってたから、それで美容って無理かなって思ってしまうと、もう過去のイメージに影響されてしまいますが、新しく何かを作っていくっていうふうに考えた時は、もうその過去は放っておいて未来に自分をどんどんイメージする。これすごく大事だと思います。僕は常に大器晩成という言葉好きで、常に最終的には成功するし、最終的には幸せになるしかないみたいな、もうそういうふうに決まってるというね、映画のストーリーで言うとね、もうハッピーエンドに終わる映画を自分の人生の中で常に描いてるんですね。だからちょっと何かこういろんなトラブルがとか、いろんなことがあっても清水から飛び降りるような、そういうイメージでね、常に乗り越えていけるっていう自信があるんで、そういうのを楽しみながらやるというね、何の話か分かりませんけど、そういうことです。とにかく未来に向けて、新しい自分はこれからまだまだいくつになっても 何者にも変えられるというね、よく YouTube 大学のあっちゃんが言うてますね、人は何者にもなれる、 いつからでもっていうね、人は何者にもなれるいつからでもって、言葉は僕好きでね、はい、それから可能性は無限大っていう、こういう言葉も好きなんですけどね。はい、ということでありがとうございました。良い日曜日を。